どうも、ヤドです。今回もですね、将棋ボー実況やっていきたいと思います。ただいまの達成率が、14.1% と、いうことでございまして、まあ、14%、ギリギリ、キープしておりますが、ですね、まあ、二つ前の収録かな、かなり負けてしまって、で、5連敗とか、してしまったんですよね。で、一つ前の収録も本当に勝ったり負けたりの中で、どうにか 14% まで達成率戻してきたという、経緯ありますので、まあ、今日はですね、ちょっと今日も引き続き踏ん張って、気張って、収録していきたいと思ってます。2段の方ですね、地下鉄飛車がお得意の方、3連敗しますね、この人に。1回も勝ってない。ちょっとこれは、由々しき事態です。さあ、まあ、嬉野流なんですけど、こちらはですね、まあ、特性としてはやっぱり、早い段階での仕掛けということでですね、まあ、とりあえず棒銀決めていこうかと思ったんですけど、2筋3筋がっつり固められているので、ちょっとなんとも言えない、状況ですね。これで角が出てこようっていう本感なのかどうなのかということなんですけど、5筋回ってくるのかな。はい、これ銀上がっておきましょう。これで、1回は、はい、一歩交換しておいて、そうですね、これで、銀上がりますか。まあ、焦る必要はないですね、今の展開。はい、こうで、ああ、なるほどね。まあ、これは一回銀上がっておいて、下からふーっと置きましょう。これで問題ないでしょう。桂馬跳ねてくるってことか。ちょっと焦った方がいいのか。2分30秒。ここに歩、ちょっと待ってね。どうしようかな。なんだこの歩は。銀が出てきた。銀が出てきた。はい、一回引いといて。うん、なるほど、そういうことか。どうしようかな。ちょっとこれ銀バサミに合うのね。歩打っとかないと。ただこの歩を使っちゃったのはちょっと痛いね。まあ、桂も跳ねちゃおうかな、そしたら。いや、それ違うな。これ金上がるか、そしたら。金上がって、2分。これで桂馬交換しに行く。はい、これ銀ぶつけてくるってことか。まあ、ぶつけられるのはちょっとしょうがないかもしれないですね。はい、桂馬で、取っておいて、で、違うな。銀引いちゃったら桂馬打たれるもんね。まあ、なんとも言えない微妙な展開ですね。あ、マジでそれやってきちゃう。やってきちゃいますか、それ。まあ、若干もらえますか。30秒。はい、これでまた金打ってくるってこと。いや、それはなかったか。じゃあどうしよう。桂馬打つか。桂馬打とう。ここで勝負の桂馬。相手を詰ましに行きましょうと思ったんだけど、その桂打ちはちょっと怖いっす。これで一回逃げといて、はい、逃げて角大丈夫でしょ。これで一回歩打ちましょう。はい、これで銀ぶち込んで、こっちまだ詰んでないもんね。いや、これマジで勝負だな。めっちゃドキドキする。怖い。一応ここに角打ちがあります。
はい、角打ちましょう。1分。これ飛車がね行きたいんだけどね、行けないっていう。どうしよう、切っていっていけるかな。はい、これでこっちが詰んでなければ、こっちが詰んでなければどうにか。ここに逃げるでしょ。王手して、ちょっと待ってね、銀打って、そうなんだよね、これで一回銀打って、ちょっと待ってよ、詰んでないよねこれね、まだ詰んでないから、詰んでない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 から詰ましに行こう。これで角とか打って、いやこれはさすがに勝ったか、勝ったかこれは。はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。対戦ありがとうございました。お疲れ様でした。よーし、勝ったぞ。3連敗しましたからね、この2段に勝った価値でかいっすね、価値がでかい勝利。さあやっていきましょう。さあ昨日までめちゃくちゃお腹痛かったんですけど、昨日の収録めちゃくちゃお腹痛かったんですけど、今お腹すっきりですね、とってもすっきりしてます。原因不明でしたね、あのお腹の腹痛、原因不明の腹痛で死にそうになってました。死にそうになりながらも将棋を指す、これこそ相手4連勝中ですねこれこそ相手4連勝中ですねどういう、あー取ってきてくれないかな。はい、でもまあ銀と金交換できるんだったらそれとよしとしましょう。これで王手できると、取っちゃう、取っちゃうよね。角、この香車欲しいんだけどね。2分30秒。そうもいかないっていうことね。あれ、これはお相手うっかりなんじゃないですか。相手歩しか持ってないし、はい、これでなんだろう、角とか打つ、ここに風垂らすとかそういうのもあったかもしれない。ただなんかとりあえず強撃をしたかったっていう感じですね。はい、一回強者もらって、2分。ですね、なんだ、こっから負けるの許されないんだけども、ここから負けるの許されないんですが、とりあえず一回風でも打つか、違うか、やべえ何をやっている俺は今何をやってる、叩きの風。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。はい、これでふんどしの刑やってちょっと待ってやばいマジでやばい、これは完全にミスった。そうっすよね、はい、これで勝ちに行こう、
勝てるはずだ、これで。ちょっと待ってね。ちょっと待って、ここに金打たれるじゃん。この桂馬無駄じゃん。1分。王手して。ちょっとマジでもう何一つわからんのだが、しかもこの銀上げたの絶対ダメだよね。銀上げたの絶対ダメな一手だった気がする。やべ、竜に当たってる。金か。30秒。やばいやばいやばい、入玉目指してきてんのか。だるいな。20秒。これとってもまずいですね。とってもまずいです。10秒。10秒。うわ、最低最低、本当に最低。いや、負けました。惜しい将棋じゃった。はい、ありがとうございました。次は勝利が全てなんだ。やってしまった。やってしまった、マジで。完璧なスタートダッシュだったにもかかわらず、ここでも勝負決まってるじゃん。この時なんか勝負を決める一手が。金か。2、3、金。先手勝勢です。なるほどなるほど。はい。厳しい。ひどかった。なんだろうな。まあ、ここに角打つってのはやっぱあったとは思うんだけど、その前に、なんだろう、この飛車筋とかをね、ケアするべきだったということですね。はい、ありがとうございました。さあ、やっていきましょう。まあ、どうにか、勝ち越していきたい。さあ、お相手初段の方、試験飛車がお得意の方ということで、やっていきたいと思います。勝率5割1分5人ですね。でもまあ、今までの、いや、今の、対局はひどかったけど、まあ、序盤戦に関してはそんなに悪くない展開をさせていたのではないかと思うと、取り出し、まだまだ今日の将棋は捨てたものじゃないんじゃないかと思います。この強者上がりなんかいやらしいというか、将来を見据えてるというか、なんとも言えないですね。まあ、歩打って銀打って来られるので、こっちも銀打って、はい、歩打ついてくる。あ、そっちね。これでこっちに銀打ってくるのかな。あ、そこに歩か。一回引きましょうか。で、これで歩打つく。あ、違うわ。結局銀打たざるを得ない。どうしようかな。2分30秒。ちょっと歩ついてみるか、ここ。若干のね。あ、やばい、間違えた。これ歩打つ必要ないじゃん。まあ、いっか。いや、まあいいかでやっていいのか、今の手は。ちょっとわかんないぞ。
ここの歩突きとか嫌だし、桂馬、一回ちょっと寄ってみるか。やべえ、角打たれるじゃん。これで、はい、2分、これで、いいとこに、めっちゃいいとこに金打ってくる。そうか、でもここに角打ちはないかな。こう回ってくるでしょ。その時にでは強者まだ持ってないから、この角引きが金に当たるっていう構想ですね。さあこれでどうでしょう。はい、金いただきましょう。これで取り返しましたね。駒の損得はだから角得かな。こっちが角得してるぐらいの感じだと思います。それちょっとめんどくさい。1分30秒。あ、でもカフでも打って、これは飛車捕まる？捕まりません。捕まりません。まあでもこれ歩ついてきちゃうか。歩ついてこられちゃって。でもこっちは歩が3枚あるから。1分。銀かな？いや、金か。はい。これで。もらっておいて、馬作って、やべえ、時間めっちゃないじゃん。時間がないことが最も危険。さあ時間ないっすね。時間がないっす。とりあえず一回これ飛車回ってみようかな。あ、馬か。やっちゃった、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 やっちゃった。マジでやっちゃった。ん、これは取って大丈夫でしょ。これで歩取ったら、30秒。いや違う、これ馬ただじゃん。取れよ、取れよ、馬を、馬を取ってくれ、頼むから、頼むから馬を取ってくれ。この桂馬取れないじゃん。20秒。この桂馬取れない。やばい、20秒、残り20秒。いや、悔しすぎるっしょこれ。悔しすぎる、悔しすぎる。10秒。もうこれ時間ですね。
済まされたっていう済まされたっていうくそー空に変える畜生ひどいひどいよお前が後手だ自分が許せないですねこの2試合初段の方一手損角がありうわーやっちゃったーやっちゃってるやっぱ時間の見切りつけるのがちょっと早いんだよなダメだ時間の見切りタイムマネジメントも非常に重要ということを肝に銘じましょうさあ中飛車ですがお相手がこれ王様寄っておくか取り差し取り差しはいこれで一回銀交換していって、引いてはいこれでどうするこれこういう風打っちゃうよね普通マジかマジですかこのちょっと待ってねちょっとここに一回歩打つでしょはい、これで一回王手すればでもこれあれだ銀取った瞬間に角打たれるんだミスったメリットもない攻防を繰り広げてしまいましたこれやったラッキーなんじゃない今ラッキーなんじゃないこれ喜ぶなこんなので喜ぶな前には物足りない喜んじゃダメだ喜んじゃダメだ喜んじゃダメだお前が条件反射で笑っちゃう嬉しくてさあ2段の方ですね相振り飛車を得意の方さあこの2段を倒してこそのですねさあ、あと2試合だと思うんですよね、今日。あと2試合ということで考えると、とりあえず、勝ちに行こう。で、2試合連続で勝たないと、ちょっとね、意味ない気がする。はい、これで一回王手します。いやちょっと勝負手すぎる。これは切りたいけど切れないっていう。2分30秒やっちゃうか。やってみよう。冒険しよう。冒険しましょう。ふんどしの計。はい。強者もらったりしてみて。で、ここに歩打ちます。なるほどね。叩きの歩。叩きの歩。強者。2分。ちょっといまいちわからないので、こういう感じにしておいて。歩はもらっておいて時間を大幅に負けている。角があれば
俺は勝てるんだみたいな感じがしないでもないんだけど、このここの角打ちえぐくない？1分30秒。1回取っておきますか。桂馬か、そうか。これで済んでないでしょう。ここに角捨ててくるみたいなのあるかないか。1分。なるほど。一回銀打って、はい。で、これで角打つと飛車が取れるっていう。はい。これは、若干決まり手っぽい感じになってないかっていう話ですよ。これ若干決まり手に近いよね。はい、これで金打てばいいか。はい、これで歩ついて、まだ守ってこられるかもしれないけど、いや、でもこれ守りにくいよね、多分。守りにくい、守りにくい。これは守りにくいはず。この桂馬が跳ねたことによって、なおのことね、もうこれ金寄れば勝ちですし、まあ歩ついてもいいしっていう感じだと思うんだけど。はい、これで。勝ちですね。はい、対戦ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。対戦ありがとうございました。お疲れ様でした。よし。あと一曲やっていきたいと思います。多分あと一曲。あと二曲はできないんじゃないかな。いや、これ勝ったらでかいよ。お前が先手だ。さあ、お相手初段の方ですね。袖飛車がお得意の方。一回も勝てたことがない袖飛車ですね。それは一回言い過ぎかもしれないけど、足剣飛車だ。さあ、これで、まあ、ちょっと棒銀、斜め棒銀やっていっちゃおうかなっていう狙いなんですけど、これ角引いちゃって、まあ、銀上がって、これ銀上がりましょう。まあ、切ってくるでしょうね。まあ、これ切ってこられた後の桂馬の頭に歩打たれてからのが、こっちに銀打ってくるのかな。あ、そういうこと。まあ最悪この桂馬飛車浮き貯金寄ってくる。2分30秒、はい、まあ桂馬なっていこうぜみたいな、なっていこうぜみたいな。ただ角が取れるとここに角打ちがあるんだな。それがちょっといただけませんねという感じでしょうか。だから角は取らせない。角は取らせない。まあ香車取れるんだったらそれが一番いいけど、香車取れるんですかどうなんですかみたいな話。いや、だからやっぱり今この試合の序盤は嬉野流の本質みたいのが出ましたね。まあやっぱり奇襲戦法なだけあって、序盤の、銀出っていうのがものすごいスピードで相手に突き刺さっていくから、こいつですね、こいつから相手が結構困惑した形にならざるを得ないっていう、めっちゃ考えてますからね。
ただこっちも不安定だからこっからの腕力が問われますよっていうことは言うまでもないかと思います。引けないし上がれないから取るしかない。角が効いてるからね。はい、ただあとはこの桂打ちとかなんかその辺のことにどう対応していくかっていう。そっちか。2分。怖い。もう詰んでる可能性全然あるっていうか、めっちゃうまくないこれ。今のめっちゃうまいね。このせめてこの飛車金取りです。さあ逃げていく。一応まだ耐えられる。金1枚あるし、相手は桂馬っていう飛び道具がないからまだ耐えやすい。1分30秒。ちょっと待ってね。1分30秒か。微妙だな。飛車むちゃくちゃ怖いから一回逃げとこう。これは逃げよう。金打って、やべえ、銀取られるじゃん、これ間違えた。これちょっと間違えてる、間違えてる、間違えてる、間違えてる。桂馬打とう。何やってんだ、私は。私は何をやってるのでしょうか。全くわかりませんね。いやー、これは厳しい。厳しいけど勝ってる。厳しいけど勝ってますね、これね。はい、ここで歩打っといて、はい、これで銀打っといて、まあ切ってくる。時間切れがち。はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。というわけで、6試合やったと思います。達成数上がってるでしょ。 15.6% ちょっと上がりましたね。で、2.6 段相当、デイリー実力が悪くないですね。4勝2敗で、ございます。いやー、3連勝中。悪くない、悪くないし、やっぱりね、なんだっけ、ヒデさんにアドバイスをもらった、嬉野流の本質っていうのは基本的に奇襲戦法で速攻だから、まあ、棒銀、斜め棒銀繰り出していってワンパン狙うっていう、そのスピード感大切にした方がいいですよ、みたいなアドバイスが、今の試合は、しっかり決まった対局だったんじゃないかなというふうに思います。ただ、やっぱり終盤力がないから相手の王様までリーチしないんだよね。それが、本当に心の奥底から、終盤力が欲しいっていう、もうめちゃくちゃ課題ですね。やっぱり詰め将棋一回もやったことないだけあるなっていう感じがします、本当に。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。お相手は私、ヤードでございました。お疲れ様でした。